どうもボルカです。通勤時間帯がちょうど始まった頃の東京都八王子駅です。今回は八王子から東京方面へ運行される特急列車、特急八王子に乗車して東京まで行こうと思います。特急八王子は実質通勤ライナーの代わりのような列車といえます。全車指定席で、このように座席紹介で空席を確認してみると、空席はほとんどなく、結構混雑率の高い特急列車のようです。平日限定の運転で、東京行きは2本しかなく、乗客が集中することも混雑原因の一つです。6時48分発の特急八王子4号東京行き、ちなみに特急八王子の八王子はひらがなで八王子と書くようです。 E353 系の12両編成で運転されます。こちらに到着した電車は中央快速線の通常の車両、これが東京へ近づく頃には混雑率はすごいことになっています。東駅始発特急八王子4号東京行きが参ります。おはようございます。危ないですから黄色い展示ブロックまでお下がりください。Your attention please. The Limited Express 八王子4 bound for Tokyo will soon arrive on track number 3. For your safety, please stand behind the yellow line.危ないですので黄色い電子ブロックまでお下がりください。3番線は特急八王子4号東京行きです。特急八王子4号が入線、幕は新宿、東京という表示でした。新宿駅までの利用も多いことから、このような表示にしているものと思います。E353 系12両編成で、輸送力は抜群です。普段は特急あずさや海事で使用されるこの車両ですが、通勤特急の運用もあります。車内の様子を見ていきます。特急八王子は全車指定席です。E353 系では座席上にランプがあり、これで大体の空席状態を把握することができます。緑の表示は予約済み、黄色は次の駅から予約済み、赤は空席です。赤いランプはどこにもついていないことから、本日はほぼ満席だということがわかります。こう見ると黄色のランプが多いので、立川駅から乗車する人が大半ということになります。東京までの停車駅は立川、新宿、東京です。八王子と立川の乗客にターゲットを絞っています。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は特急八王子4号東京行きです。途中立川新宿に停車いたします。座席の指定を受けていないお客様と特急券をお持ちでないお客様は、座席の上のランプが赤色の席をご利用ください。Ladies and gentlemen, welcome aboard the 八王子 Limited Express bound for Tokyo. We will be stopping at Tachikawa and Shinjuku. Passengers without a seat reservation or Limited Express ticket may sit in seats displaying a red lamp. However, even though the seat is currently vacant,
特急八王子は2019年に誕生した新しい特急列車で、2019年までは中央ライナーとして運行していました。しかし、中央本線特急で新たな着席サービスが施行され、全車指定席となったタイミングで、ライナー系統の列車の見直しも行われ、中央ライナー、青梅ライナーは廃止となり、代わりに特急八王子、特急青梅が誕生しました。ライナー時代の追加料金は500円ほど、特急八王子、特急青梅の特急券はほとんどの区間で780円ですから値上げされていることになります。しかし車内は満席、意外にもたくさん利用されています。料金で言えば京王ライナーの方が安いんですけどもね。八王子はまだしも立川では京王に行きにくいので、 JR の通勤特急も利用されているようです。何しろ特急八王子の利用は立川駅からが大半でしたから、八王子からは一定数京王に流れているものと思います。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は特急八王子4号東京行きです。終点の東京に到着しました。サラリーマンがほとんどで、まさにこれこそ通勤特急といった車内でした。意外に座席が埋まるのが早い列車もありますので、利用される際には早めの予約をお勧めします。それではご視聴ありがとうございました。